こんにちは。ネパールカトマンズ出身のアシスと申します。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスさんは2018年にネパールから日本へやってきた留学生ですね。はい、日本に来て3年半経ってて、1年半は龍馬学園の国際デザインビューティーカレッジの日本語学科に入学して日本を学びました。それからは進学して龍馬学園の高知情報ビジネス&フード専門学校に2年 IT を勉強して、今はカットです。アシスさんは2018年、今から3年半前に龍馬学園は専門学校のグループです。その龍馬学園の中にある日本語学科に入学しました。そうですね、はい、1年半で日本語のレベルはどれくらいまでいったんですか？日本語学校に行った時は JRPT 日本語能力試験の、2級を取りました。 N2、はい、1年半で N2 に合格、はい、それから、同じ龍馬学園の中の IT の専門コースに進んだんですね。そうです、はい。そこではどんな勉強をしたんですか？そこでは、IT の勉強して、1年の時は基本IT の基本を身につけて、それから2年の時はIT に関する資格を取ったり、その資格を取るための対策授業を受けたりしました。龍馬学園の IT コースというのは、はい、留学生ばっかりの学科ではなくて、そうですね、はい、日本人の学生と一緒に勉強したんですよね。はい、日本人の中で、うん、私外国人の人を一人で2年を過ごしました。ということは授業も全部日本語、はい、教科書も全部日本語、そうですね、試験も全部日本語で受けた。はい、それ1年半だけ日本語を勉強して、それから日本人と一緒にその専門の勉強をしたということなんですけれども、日本語は大丈夫でしたか？大変だったんですね。日本語学校にいた時は本当の日本語を普通の日本語、専門用語とかなかったので、専門用語を覚えるためにはちょっと大変だったんですね。その専門用語ってちょっと難しいんですけど、はい、具体的にどういうところが難しかったの？漢字とか、漢字とか、その言葉の意味とかが少し覚えるのが大変だったんです。ちょっとね、日本語学習これから始める人にはちょっとわからないかもしれませんけども、はい、大体日本人が使う漢字というのが2000ぐらいある、はい、それで N2 というのは、日本語で、大学に進学するために必要なレベルと言われてますけど、はい、それは漢字はその半分ぐらいですね。そうです、はい、日本人が使う漢字の2000のうち1000ぐらいの漢字が分かれば、一応 N2 は合格ができる。それでも専門学校とか大学に入ると、特に専門用語とかいっぱい出てくるので、日本語学校で学んだことだけでは足りないと思います、うん。IT の専門用語っていうのは漢字の言葉ですか？いや、漢字もあったし、カタカナもいっぱいあったので、カタカナの方は、なんとなく理解できると思いますけど、漢字の方が本当に全く理解できなくて大変だったんです。英語だったら分かるんだけど、はい、それが漢字になってるから、それを英語で理解してたわけですね。でもやっぱ英語ができるアシスさんにとってはカタカナの言葉は割と優しかった。はい、そうですね。
それはむしろ日本人の方が覚えるのが難しい。そうですね、日本人はそうカタカナの言葉に苦労してた記憶があります。あ、 IT はね、そういうカタカナの言葉多いイメージ私にはありますけど。ありますね、はい。どれくらい専門用語の量で言ったら漢字の言葉とカタカナの言葉どっちが多いですか？いや、どっちかというと漢字の方が多いです。あ、そうなんですか。それでアシスさんはね、はい、基本情報技術者試験という国家試験にも合格しました。はい。その時のちょっと思い出、思い出というか、その時は学校でずっと朝の9時から5時6時まで対策時間があって、その対策時間で先生にいろいろ手伝ってもらって、友達とかにも手伝ってもらって、自分も毎日勉強して基本情報を習得することができました。はい、試験合格おめでとうございます。ありがとうございます。なかなかね、留学生でこの試験合格する人は少ないそうです。はい、素晴らしいですね。龍馬県の留学生第1号のアシスさんがこの試験を取ったということはとても、素晴らしいことです。ありがとうございます。それからね、もっとめでたいのは、この、来月からどこに行くんですか？私は KCCS キャリアテック株式会社で内定をいただきましたので、4月から東京に行ってネットワークエンジニアの仕事を頑張りたいと思っております。ネットワークエンジニアの、職種で就職できたわけですね。はい。これもね、留学生がエンジニア職で就職というのは結構、すごいそうです。そうですね、自分も1年ぐらいずっと苦労してたので本当に難しかったです。大変だったんです。ね、日本のね、就職活動って独特ですよね。そうですね。その辺の話ちょっとお願いします。日本の就活は私はだいたい1年間ぐらい やりましたので、その間でいろいろ学びました。例えば面接のやり方とか、自分の特徴とか特徴を相手に、できるだけ理解してもらうとか、自分のアピールするところを見せるようになりました、その1年間で。でその間でほぼ15社ぐらい面接も受けましたので、辛い時もあったし、新しいことも学んだので、そういう経験があります。面接を受けたのが15社。そうですね、はい、15社をほど。アプライは何社？アプライしたのは多分20社ぐらい。ああ、それで15回目の受けたところが KCCS キャリアテック、はい、だったわけですね。いや、もうね、その10回も失敗したら本当に諦めそうになると思います。そうですね、諦めかけてました。そこをどうやって乗り越えたんですか？そこは自分のアルバイトのところの日本人の友達もなかなか就職が決まらなくて困ってて、その話をしてた時は自分だけではないですねって思いながら、日本人も就活の時は苦労してるところを見て、
自分だけじゃないねと思いながら努力をしました。わかりました、アルバイト先の友達というのは日本人の友達、はい、日本人の友達です。日本人の友達でも同じように就職活動でうまくいかなくて苦労していた、はい、自分が留学生だから大変ということではなくて、もう就職活動はみんな大変なんだ、はいはい、そうですね、そういうのを思い込んで頑張るようになりました。そうかそうか、もしね日本人が簡単に就職決まって外国人だっていう理由で落とされてたんだったらそれは悔しいし、はい、めげそうになりますよね、はい、でもそうじゃない、いや僕も大変でしたから日本チーム大変なんですね、はい、ということでちょっとねこれからね日本に来て勉強するぞっていう人たちにアドバイスをお願いします。まあ、これから来る学生には日本に来る前に、きちんと日本の文化とかを学んで少しだけでも日本語を読めるようになってきた方が、助かるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。来てからはどういった努力が必要ですか？来てからは、まあ新しい環境で、大変かもしれないですが、でも龍馬学園の先生たちも優しいですので、分からないこととかがあれば、一人でその問題を解決するんではなくて、先生とか先輩に相談をした方がいいと思います、はい、最後にね、高知はどんなところですか？高知ですか、まあ、3年半住みましたがあんまりいろんなところには遊びに行ったことはないですが、まあ、自分が住んでるところは学校も近いですので、あとアルバイトとかも近いですので、そういった面では便利じゃないかなと思います。自転車で学校も行けるし、アルバイトも行けるので、あと買い物とか行った時おばあさんとかおじさんがいてとても親切で、おまけをつけたりしたときは、とても嬉しくてよかった。高知に来てよかったと思いました。アシスさんは結構そのストリートマーケットに行ってたの？あ、そうです、はい。木曜市とか、日曜市に行ったときはそういうことがいっぱいありました。高知サンデーマーケットって Google で検索したら多分出てくると思います。そうです、はい、結構有名です。昔は日本にもたくさんあったそういうストリートマーケットが高知にはまだ残っている、そういうところでこう人とのコミュニケーションもあって、はい、なんでしょうね、人の優しさに触れられる、そういう、はい、そこが高知のいいところじゃないかということですね。そうですね、はい、近くで便利、人が親切もうないですか？それぐらいです。ありがとうございます。あとね、こう自然が豊かというのが、まあ、高知の特徴かもしれません。かもしれないです。私あんまりいたことないし、連れてもらいもなかったので。ちょっとね、卒業しましたからちょっとこれからいろいろ遊びに行きましょうか。高知にはね、山も海も川もいろいろ景色の綺麗なところあります。はい、ありがとうございます。門木アシスさんでした。就職おめでとうございます。ありがとうございます、はい、東京に行って仕事も新しい仕事いろいろチャレンジだと思います。頑張ってください。これから頑張りたいと思います。私から一言、高知は、はい、もうあなたのホームランドですから。ああ、そうですね。いつ帰ってきてもいいです。はい、もうネパールのね、ネパールに帰るのと同じような気持ちで高知に帰ってきてください。そうですよね、はい、ありがとうございます。